の深い穴は何一つ塞がらずしまいだというのに、スーパーセルさんの、約束をしよう歌わせていただきます。お願いします。もしもはぐれたらその時はちゃんと探してよ。この広愛で二人まるで迷子みたいだね。確かめるように抱きしめ合ってキスをした。何度も夜が明けるまで伝える言葉も知らないまま来た君といたい、そう思ったんだよ。最後の時が来ても泣かないでちゃんと笑ってて。悲しいのは嫌だからそうでしょう。もっと強く抱きしめて壊れそうなくらい伝える言葉も知らないまま、ただ君といたいそう願ったんだよ。一人寂しい時はその時は怒らないから、早く私のことは忘れて生きて
ありがとうございます。今週も始まりましたクラブパルヘジア、この番組はアーティスト北野しのりと、はい、南ゆりが本日お越しいただいた素敵なゲストとともに、はい、皆さんに笑顔ハンドメイドしようという番組でございます。はい、今夜も素敵な歌もはもちろんのこと、楽しいコーナーたくさんご用意してますので、お時間許す限り、ごゆっくり楽しんでいってください。はい、そしたら早速本日のゲストを紹介してください。はい、合唱アイドルの冬月みーなさんと、はい、はい、そしてソロギタリストの石川拓磨さん、はい、そして同じくソロギタリストの原坊さんです。はい、お願いします。右手が魚っぽいですね。魚ですねすいませんめっちゃ食べる。いきなりの仕込みが違いますけど、お二人さん、お二人さん、仕込みが違いますけどまあねさっき自称芸人とか言ってたけど負けてますよ芸人じゃないですいきなり仕込みで負けてますよ。いやいやいや、弾けなかったね。本日はあの3人ということでね、ゲストはちょっと急遽ずっとあの番組の告知の方ではみきおさんが来てくれるってことになってたんですけども、ちょっと1週間前にちょっと事務所の方とで、今日はキャンセルありまして、急遽出演者探しは3人集まってくれました。はい、皆さんね、急やったんですけども、お越しいただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。たくまさんももう随分何回目ですかね。結構ね、今年は一発目ですか、うん、ですね。ね、あ、もう今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はもう僕が川崎ストリートでもね、ちょっとお目にかかってた原坊さんという本当におすすめの、はい、ソギタリスト、ちょっと今日はね、やっとやっとですよ。何回も誘ってね、断られ続けてやっと来てくれたということで、ありがとうございました。ありがとうございます。そして藤木さんはなんとこのチャイナスクエアにね、お客さんとして食べに来てたこともあるというような話を聞いてました。そうです、たまに食べに来てました。はい、昔からじゃあこのお店知ってたと。高校生ぐらいからです。高校生ぐらいから。はい。おー、じゃあ結構常連さんなんじゃないですか。そんなでもないですね。そんなでもない。こっちではしゃべらない。あ、これはちょっと地球の言葉しゃべれないんですよ。あ、そうなんだ。そうなんですよ。あ、なるほど。そんな痛い目で見ないでくださいそんな痛い。これは全然大丈夫ですよ。はい、皆さんは和音の国からいらっしゃったということで、いや、これじゃあ絵本で対抗していこうかなってじゃあそれも歌っちゃってくださいこの子も日本語喋れない。あ、本当ですか。僕が基本的に喋れないそんなことないよ似てる感じ。エルモの声がいまいちピンとけへんまあまあね、このメンツで、まあ、ジャンルとしてはかなりちょっと幅広いジャンルになってますけども、うん、まあまあ楽しく放送していこうかなと思ってます、はい、ね、今回初めて初登場のお二人ということなんですけども、うん、まずね、藤木さん、はい、どういったような活動という、はい、まあ、なんで合唱系、はい、合唱系ですというのは一体どんな感じなのかなっていう。うん、今合唱やって10年目なんです。そっちじゃないよな。こっちじゃない、こっちじゃないですよ君今ちょろってたけどなんか拝まれる感じの こっちじゃなくてちゃんとしたお歌ですちゃんと決まってるやろはい、俺のせいじゃない。俺のせいじゃない。あそこの人。あの博士太郎さんじゃない。あの人番組かき乱すからね。はいはいはい。じゃあ大人数で歌ったりもする。そうですね、60人ぐらいで合唱が、うん、はい、やってます。その60人でな、どんな曲を。もうガチ合唱曲とか、うんうん、あとはジブリの曲とか歌ったり。ちなみにジブリは何が。ジブリですか。あ、千と千尋。あ、いいね、あれ。それはもう映画でもそれが好きだからとかそういう。あ、そうそうです。あ、千と千尋が一番好きな感じ。そうで、歌も好きで、いつもソプラノソリストとしてもちょっと活動してるんですけど、はい、その時にその歌を歌わせていただいたりしてます。うちの番組によく出てくれる花笛というね、楽器を吹くモスリンさんという方がジブリのねテーマソングをね花笛で吹くんですけど、千と千尋もやるんですけど、すごくいいので今度ぜひちょっとお会いしたいです。はい、もうぜひ
ね、あのコラボしていただきたいです、ね、そうそうそう、ぜひぜひ、はい、まだ今月も今月じゃないか、今月はもう来たから来月もね、まだ来てくれるんで、ぜひぜひその時はもう急遽ポンと来てポンってきます、はい、千と千尋やってっつって言ってくれたら、やってくれると思う、はい、ぜひぜひ、ね、あそうなんですよ、普段はそしたらそういうのってライブハウスじゃないですよね、あライブハウスでは秋葉原って、うん、もともとメイドなんで、おメイド喫茶で働いてて、高校生ちなみにあ店言うとあかんか、あのそこはもうあのやめて、それで今はあの合唱系アイドルとして秋葉系で活動してます、あなるほど、それで秋葉原でも、そうですね、秋葉原とか池袋とかそういうちっちゃいところなんですけど、ね、なるほど、はい、まあ、メイド喫茶といえば拓磨さんに思うんだけど、はい、そうなんですか無茶振りでしたね。メイド喫茶。好きなんですか、メイドさんされてたんですか。そうですね、メイドをやりました。ちなみにその時の名前は。あ、その時も同じ名前で。あ、同じ名前で。はい、ミーナでやってました。で、なんかあのチェキとか取ったり。あ、チェキとかちょっと可愛いこぶってましたね。あれチェキ取んのけお金かかるんですよ。いや、自分には来ませんね。あ、そうなの、ね。お店でね。お店の方にですかね、みたいな。そうそう、俺割と知ってんだよ。何回か行ったことありますか。通ってる。言ってるけど、あのびっくりしたんが、びっくりしたんがね、何やろ、カードあるでしょ、来店者のカード、なんか最初は、はい、あります、最初はブロンズ、ブロンズから始まるのかな、なんか始まって、あどんどんランクアップして、ブラックとか言ったら2万回来店とか言う、そうですそうです。いてるんですか、ない人。います。2万や、ね、2万回。2万や。頑張んないとね。ね、かなりいいですけど、いや全く違う、一人で歌うときは全然あのそういう合唱するときと全く違ったような歌で、あでもこれと一緒にハモってるっていう設定で、うん、やってるんですよ、で、あの後で歌いますけど、その歌もこれが歌ってて私がハモってるっていう感じで、そういう設定で設定でという設定で、そうそう、なるほどね、そう、うん、だから私が、歌ってるっていう設定、そうです、なるほどなるほど、聞かないでくださいね、ただ設定と言ってしまったその方がやりやすい、あでもね、それはちょっと楽しみですね、なんか絵的にも楽しめそうな感じですよ皆さん、まあ、絵的に楽しめるといったらでもね、こちらの2人もちょっと、はい、今日は原子さん初登場ですけども、まだ拓磨さんとは違ったね、かなりちょっとこう僕の師匠、あ、師匠、そんなことやっぱりいろんなね、技もこう、なんでしょうか、いろんな僕が見た、たくまさんも使ってない技とかもやってるんじゃないですか、あーもう全然全然、もう足元にも及ばない、あらららら、原子さんでももともとはベーシストやったって聞いたんですけど、僕はあのギターやってベースやって、またギターやってて、ギターに戻って、そうですね、いつからそういうソロギターというものに、ちょうど4年ぐらい前に、あ、4年 ?4、5年ですかね、バンドがダメになって、はいはいはい、その時バンドはベースで、いやその時ギターギターでやってたんですよ、ギターでやってて、ね、ダメになって、ギター持ってちょっと外で演奏してみたら石川さんがいて、そうあの伝説の溝のそっからそうですね、えなんですか、もともとソロギターやってたじゃなくて、バンドやめてから、やめてからですね、まあ、ちょこっとはやったんですけど、そんなにはやっぱりバンド、4年5年、そう4、5年ですね。へえ、いやもっとやってるのかなと思ってたけど。そうなんやな。でもねベースの感じはなんかチョッパーが入ったりね。うん、そうね。その感じはありますけども。でも原子さんも見ててこうね、みんな多分あの画面の向こうで何してんのこの人って突っ込むパターンね。そうギターってそんな弾き方すんのみたいなね。ツッコミどころがあると思うよ。そうだとギターをいじめてるから。そうやね。まあ確かにまあいじめてるといえばね、なんかこう弾くだけじゃなくて叩いたりもね、するからそうなのかもしれんけども、まあギターであんな音が出るんかなっていうような。割と今日は僕ちょっとみんなまたびっくりするんじゃないかなとね。思ってですね、楽しみですよ、そうそう、いや、いや、これね、師匠、これね、原子さんは、はいはい、岸辺正明さんのオープニングアクトを務めらっしゃったんですよね、何ですか、それは一体、岸辺正明さんという、まあ、ソロギターの、まあ、ちょっと日本の、まあ、偉
大な、偉大なって言ったらその人の、そうですね、オープニングアクトをちょっと前にやって、また4月の6日に日吉のラップというところで、うん、あー、すごい。いや、まあ別にその方のオープニングアクトって、その方いやいや、そんなあれですね、ライブハウスのあれですけど、へ人に言われて、それオファーは原田さんに、一人やってる人いなかったんじゃないですか。すごいね、それ。お仕事を上がっていきますか。もうみんなもう期待もしてるだもん。上げ上げですけどね、上げ上げですけどいいんじゃないでしょうか。僕そんぐらいもうね、推しで動けばね。今日はでも本当に楽しみなんじゃないですか。ライブの方もね、すごいちょっと TL の方も皆さんできてるんでね。はい、そしてね、ワリパゴさんこんばんは。岡田さん、毎度です。こんばんは。ノボさんもこんばんは。ソルジャさんこんばんは。ほんで、ナナさんこんばんは。そして、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 あら、今日まだですけども、あー、おジョイプ1983さん、おお、原子さん何してるんですか。なんか、ジョイプさんでいいんですか。あ、そうですね、ジョイプさん、うん、お友達です。お友達いいですね。みんなメイドに食いつきがいいな。ねえ、今日はちょっとね、いろいろと、ライブもね、たくさんやっていこうかと思うんですけども、まあ、そうですね、新年明けて、まあ、まだ1月ですけども、皆さん、ちなみに、原子さんもともと東京の、あ、僕は奈良です。あ、佐々木ちょっと名前が、そうですね、はい、すっかり抜けましたけど、近いですね、3回を感じました。ほら、戻られたんですか。ああ、実家はちょこっと、ちょこっと、はい、2日間ぐらい。本宅も僕は東、うちさんももともと、東京ですけど、お父さんが沖縄で、沖縄、はい、らららら、沖縄行ったんですか。あ、でも1回しか行ったことない。1回だけ沖縄行ったことあるんですよ。めっちゃ好きで、いいですね、沖縄めっちゃ好きで、僕は修学旅行で行ったから自分の好きなように回れやがったんやけど、まあ一応ね、何だっけ、ゆりかもめ東京のモデルでした。ゆりかもめじゃなくて、なんだ、ひめゆりね、ひめゆりとか、ほんでゆりかもめそこ走ってるやんみたいな。パイナップル園とかね、行きましたね。いろいろ国際通りとかもすごい店がずらっと並んでてね、ものすごい楽しかったんで。沖縄、じゃあお父さん沖縄の方で、そうです。でもまあ生まれも育ちも東京、もう東京です。あ、東京って言っちゃダメの、魔王の国です。そうです。魔王の、魔王の国からしちゃったんですよ。魔王の国から、はい、来たっていうことにしといてください。なるほど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 、そんな感じでね。ちょっとすいません。和音の国から今日は、和音の国から、すいません、遠いところ、はるはる、あります、本当に。その辺にあるんですか。いや、もうちょっと和音の国、地球から遠く離れたところにあります。あ、地球からどこ、そう、今日じゃあ、なんかこう、飛行機的な、あ、泊まりですよ、その辺に泊まり、あー、ほら、本当にありがとうございます。すいません。もうお魚さんも一緒に、その方、お名前の、あ、これ、ギョロちゃんって言います。ギョロちゃん、はい、あ、結構ね、ありがちな、ありがちな、ギョロっとしてる感じがね。そうなんです。めちゃでも食ってますよね。あ、ちょっとうちの子暴れちゃうんです。すいません、すいません、すいません。いい感じで、ちょっと暴れてますね、私は。暴れ、暴れそうだね。大丈夫ですね。あ、あ、また新しい方もね、あ、原場さんのことまでですかね。ありがとうございます。まあまあ、どんどんね、曲の方もね、やっていきたいかなと思うんですけども、どうしますか。じゃあ、ふつきさんからいきますか。お、まず私トップバッターね。もうね、今ギョロちゃんがかなりちょっとこう来てるわけで、あー、ちょっとテンション上がっちゃってます。上がっちゃった。ほな、一曲スタンバイ大丈夫ですかね。あ、はい、続けていいですか。そうですね、お願いします。はい、じゃあちょっとスタンバイの方に。じゃあ続いて、たくまさんのサビ、あ、了解です。たくまさん、原子さんにしようか、の方がいいか。うん、はい、
が分かる。本日はクラブバルヘジア、ゲストに冬月みーなさん、石川拓馬さん、原坊さんをお招きしてお届けしております。この後も盛りだくさんの内容でお送りしたいと思っております。ゲストの皆さんのライブの後も、たくさんお話を伺いたいと思います。9時25分頃からまたゲストのお三人さんとあと北野さんのライブがありますので、最後までお見逃しの内容を楽しんでいってください。それでは、冬月みーなさんお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。みんな盛り上がっていってましょうかね。作りたいのね、気づいてるよね、目を合わせてよ。君ならだけなんてピンチ、まさかね、抗議は待ってちゃダメなの、先に声をかけるの、笑顔に気合い入れて愛を届けたい。ベロモリ、あなたを切り抜かせて、そいつしか両思いだけど、かっこよすぎるのだから上がっちゃい、弱気になってちゃ何も始まらないよね。作りたいのね、気づいてるよね、目を合わせてよ。君誰だけなんてピンチ、まさかね、恋は泣いてちゃダメなの、決めるときは決めるの、瞳に力込めて前に進まなきゃ。恋は泣いてちゃダメなの、切なさ振り切って、素直な気持ちそっとそうあなたに伝えたい。出会いは偶然、恋すれば必然、ちゃダメなの、ときめきのペロモイ、あなたを振り向かせて、そいつしか両思い。恋は待ってちゃダメなの、何か振り切って、素直な気持ちそっとそうあなたに伝えたい。恋は待ってちゃダメなの、先に声をかけるの、笑顔に気合い入れて愛を届けたい。恋は待ってちゃダメなの、笑顔に気合い入れて愛を届けたい。
します。原田さん、あとよろしくお願いします。何やねん、あれ。あとこれ、よかったってこと。ありがとうございます。かわいい。皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。おー、もう、おー、イエーとか言うのね。おー、イエーイ。わー、ありがとうございます。もうこんな、洗車の椅子、そこパチ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 ですよ。ありがとうございます。あ、すごいね、この顔文字がパチパチパチ。ありがとうございます。まあ、この後もまたね、最後に歌っていただきますのでね、お楽しみにということで。なるほど。今のは、キョロちゃんが、ギョロちゃんが、ハモリ、ハモリやったんですよ。ギョロちゃんが、ちょっと裏にハモっちゃってくれてました。なるほど、なるほど。はい。なるほど。ハモってました。なんかちょっとハモリが聞こえたから。あ、それギョロちゃん。そう、ギョロちゃんが、ちょっと歌っちゃいましたね。なるほどな。なるほどな。もう普段からもうずっと一緒ですか？あ、もうずっと一緒。何する時も。あ、そうです。寝る時も絶対こうやって寝てます。本当です。これ本当です。そう、ボックス抱いてます。なるほど。こうやって。お風呂とかも一緒に入る。あ、お風呂はちょっとあの洗濯機という。あの、ちょっと。結構現実的な。現実的な。理由がね、ばっかりして。はい。まあでもその方が綺麗になっちゃいます。そう、ちょっと綺麗になって。これ小学校3年生から一緒に。マジで？そうなんですよ。嘘。そう、本当です、本当です。ちょっと毛玉ついてるんですけど。あらららら、それはもうね。そうです。もうそれは家族ですよ。家族です。もうこれないといけないんで。へー。はい。そうなんや。でも、あの洗濯の時は洗濯機。そう、せあのお風呂の時は洗濯機。なるほど。だからギョロちゃん。そうそう、泳いでちゃうんですね。なるほど。いやいや、いいですね、いいですね。お、準備どうでしょうか。はいはい、大丈夫ですよ。歌い上げる感じがいいですね。ありがとうございます。寿司かりょうもよ。あ、ありがとうございます。岡田さん、ありがとうございます。いいですね、いいですね、いいですね、いいですね。いや、そうか、ギョロちゃん小学校3年生からしたらすごいですね。そうですね、かなりのもう親友じゃないですか。そう、もうずっと一緒です。ずっと一緒、ずっと一緒です。寝る時も。寝る時ももちろん、もちろんそうです。あららら。結構小刻みだ。ちょっと小刻みすぎてちょっとすいませんね、この子が。かなり小学校3年生からもう。と気に入っちゃったみたいですいません。俺持ってるとうちお笑い芸人に間違えられちゃって。あ、なるほどなるほど。違いますよっていう。なるほどなるほど。このギョロっとしてる感じがギョロ、小学校3年生の時からギョロちゃん。そうですね。本当はムツゴロらしいんですけど。あー、ムツゴロ、確かに。ムツゴロらしいです。なんかさっきカサゴじゃねえかとか言う。え、本当ですか。カサゴ、ごめんなさい、カサゴのギョロちゃんとか。カサゴじゃない、ムツゴロですね。はい、どうぞ。
続いて原田さんお願いします。なになに、去年年内 CD できたんですか。あ、たくまさんっていう今日できる今日できる今日できるジャケットがまだそうそう、じゃあもうじゃあ撮っちゃうんだけどな。ちょ、ほら曲名が決まんないからジャケットが出る。じゃあ今日決まったからこれでいけるやん。あ、できますよね。なたくましい。いや、まだ買える。急ぎなはれ、まだまだ買えるかもしれない。あかんよ、もうあかん、決定今日よけて曲名募集する。あ、そこ、もう一曲目だな。もう一曲は龍神様だな。龍神様、2曲そう、それで2曲目が今の。これ今のは決まったんだろう。今のは今の今決まったね。あの最近よ、そうそう、OK。 小ネタで繋いで、原子さんのお尻が映ってます。どういや、それはちょっと問題かな。一人で演奏してるようには聞こえない。あ、そうだよな。いろんな、うん、でも次の方は、うん、言っとくけど言っとくけど、皆さん次の方はまあすごいよ ね原子さんのお尻が映ってますね。皆さん、原子さんのお友達も一緒によいしょしてくださいね。いやいやいや、ちょっとね、まあ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 、何も言わずともね、とりあえず聞けということで。タコさん、どうでしょうか。どんどんこっちで上がってるからよろしくお願いします。3回ぐらい断った罰やからな。いやいや、え、ボーナストラックヘビーローテーション、あなたが弾くんでしょ。あなたがそれなんでこっちのマスターの音ほらそれで、ボーカルはゆりちゃん。あ、ゆりちゃんね。こんなこんなで聞いたことあります？いいよ。あんまりない。あげるよ。ギターでバンドをやろうっていうのはね、ドラムを入れて、ベースを入れて、メロディー入れて、ギター入れてっていうね、ギター一本でバンドをしようっていうのはね。本当にすごいなっていう反面ね、友達いないのかっていう。冗談でございますよ。じゃあ原子さんよろしいでしょうか。はい、お願いします。お願いします。きっちり
きっちり答えてくるね。町田直也さんが、そうそう、よ、良いしじゃないかって。今、原本さんがね、原本さんがものすごいこのカッティング入れてやってる時に、いいしりだってコメントで、いいしりだこの人ガチですか、絶対会いたくない、何やね町田さん、お久しぶりです。お久しぶりな感じでね、すごいですね。まあ本当にギターであんなことができるんだなっていうのはね。まだ本当にソロギターって言っても拓磨さんとはまだ全然色が違ってね。いや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 、そんなわけの今日はね、いろんなジャンルも関係なくちょっとね、いい音楽を聴かせていただきますけども、さあ、そんなお三方、なんですけども、はい、まあね、ちょっとこう音楽以外のことも聞いていこうかと、やばいっす、真ん中の人なんかね、まずいっす、やばいっす。まあまあ、じゃあちなみによ、まあまあ言うてもこれだからまだ1ヶ月以上経ちましたよ。高野さん、ね、まあこの1ヶ月半ぐらいで、まあ多分忙しかったと思うんやけど、どうしましたか。はい、どうしましたか、最近は。仕事してました。どこゴロゴロ言うときゴロゴロやってんの、お約束やってんの、ゴロゴロ、テイク2ですね。まあね、忙しかったと思いますけども、まあね、この1ヶ月半ぐらいどうしましたか。ゴロゴロしてました。ありがとうございます。あなた基本的にゴロゴロしておいてくださいよ。どうですよ、まあね、まあ、ゴロゴロしてましたけど、まあね、音楽皆さんされてますけども、音楽以外の時ってね、藤木さん、はい、まあ、和音の国で一体どんな暮らしを和音の国でですね、まあ、学生やってまして、で、哲学の勉強をしてます。哲学の勉強、はい、すごいな。ちなみに、哲学の勉強ってどういったような。この前論文で哲学のことで和音の国についてすごい、やりました。ちょっとね、我々の想像である和音の国というのがちょっとすごいもうイメージができないんですけど、概要とか語っていただいて、町並みっていうのは日本という、町並みは本当地球に近い感じ、近い感じ。ただちょっといろんな調産和音とか綺麗な和音が綺麗に聞こえて、で、電車が止まったりすると、やべえ、不協和音だとか言って、不協和音だって、うん、一応あれですか、住人はみんな右手が魚になってる。いや、これ私は、和音の国の中のちょっとまあ、上の人なんで、あらららら、これはこれあーすあーすあーすどうぞどうぞ、これを気に入り、お姫様的な感じで、ちょっと内緒で地球に来てて、マジっすか。そう、で、今探されてんちゃいますよ。だからちょっとまずい感じ探されてますね。そろそろ印籠出します。バオの国用の、そうなんだ。電車とかも普通にある感じで。あ、電車も普通にありますね。ちょっと鉄道が鉄道鉄学バレません。鉄学の鉄が違うと思う。おそらく違うと思うよ。そうなんや。ご飯とかもお米とか。ちゃんと取れますね。その和音の国で育てた。和音の国はいい尻ですか。何どうしたの。どうしたの。尻にしてる。君らガチなの。面白い。ガチの国はガチだ。ガチだ。ガチだ。要チェックな町田さんです。そうかそうか。なるほどなるほど。向こうの国ではそうですか。普通に、じゃあこっちの生活と結構似てるところがあるとは言うこと。そう、似てて、でなんかいきなりみんな歌い出しちゃったりしてます。そうだ。それがもうちゃんと和音になってる。ちゃんと賛美歌みたいなのもちゃったって。そうなんや。ちゃんと空気で生活してる感じですか。空気じゃなくて和音で包まれてて、それが空気みたいな。あ、じゃあもう和音ないとこう生きていけない感じなんです。そう、そうですね。常にじゃあもう和音が。ちなみに、これ論文なんですけど、うん、この地球もその周波数で成り立ってて、はい、でそれが整数倍って言って単純な比でできてて、うん、それによって私たちは今生きてるんです。
うん、それは哲学で、あのピタゴラスの、おすげえすげえ、あの天球の音楽っていうやつで書いてます。はい、すごい、あ常にここら辺にあるこの音、空気、さっきの音楽も全部こういう周波数が流れてて、うん、それが単純な火でできてるんです。そうなんですか。そうです。もう決まりがあるんだ。でそれが単純な火じゃないと、うん、あの不協和音っていうものが生まれる。聞こえ、あ聞こえが気持ち悪いっていう感じる。そうです。それが倍音っていう。へえ。おお。できなかった。ね、さすが和音の国のお姫様。そうそうです。なるほど。和音の国の姫様だったら多分こう調べなくても全部書けたってことですよね。だと思うじゃないですか。でも日本人って日本語をなかなかできない時もあるじゃないですか。それと同じで和音の国の姫様。浅いと思いきや結構徹底してきてる。この感じ。そう、この感じ。へえ、そうなんだな。勉強熱心なんですね。いや全然熱心じゃないですよ。もう好き勝手やってます。あらららら、そうですね。へえ。だから今日はじゃあちょっとあの、今ね、今頃探してる、心配されてるとは思いますけども。そうですね、ちょっとこれ見てないか心配です。今は結構インターネットも盛んな感じで。そうですね。そうですね。ちょっと小声だったけど。はい。で、さっきからあの、原尾さんが無言になってしまった。いやいや、すごいすごいすごい、すごいですね。それは勉強になりましたね。そうなんだ。和音の国にもメイド喫茶あるのですか。あ、じゃあ今こっちに来てるんで。そうですよね。そう、ちょっとこっちの、まあ、秋葉原とかいろいろ行ってるんで、ちょっと大変ですね。行き来するのが。ちなみにメイド喫茶はお二人は行ったことが。僕なのないんです。僕はあります。あ、ほら。ね。その時で面白かったですか。あ、でも普通に、普通になんかちょっと浮き足出すところありますね。あー、なるほど。原尾さん浮き足なってそうやな。メニュー買う。メニュー買う。そう、まあ、でもご主人さんだ。やってそうやな。なんかね、僕もね、何回か行ったことあるんだけど、その、すごいね、なんていうんかな、その、僕らを相手にしてくれないとこと、うん、ちゃんとこう接してくれるとこってありますよね。そうですね。でその相手にしてくれないとこ、してくれないとこはしてくれないのね。普通の喫茶店みたいな。そうそう、すごいね。というかね、多分人によってなんかな。なんかそのなんかそのどんなもんなんやろって様子見に来たような雰囲気やったんか。すごいなんか我々には全然怖かったんじゃないですか。そうかな。でも普通に。はいはい、別にツンデレ系の喫茶ではなくてですよね。違う違う違う、全然違う。メニューをさ、メニューの接客してくれない、どうですかっていうメニューどうですかって説明がさ、すごいわけですよね。あのこんなもんありますよ、あんなもんありますよ、ゲームもできますよ、これもできますよって言って全部言ったら、あ、コーヒーでって言ったらコーヒーでって言ったらもうパタン閉めてパタン閉めてつかつかつか言って、もうコーヒー入って渡されただけで、もうそのじゃ何も。あ、でもツンデレ系のメイド喫茶って、あのコーヒーくださいって言ったらコーヒー豆バンってやられる。豆豆をわら豆やとかドーンって言われて、くれってなって、で帰ろうとするとなんで帰っちゃうのお兄ちゃんあ、そうなの。そう、そうらしい。ちなみに、え、そういう系じゃなく、私はそうもうダメですね。普通の、うん、普通のすごいですね。ハローサイトら普通の。あ、そうですね。オムライスにケチャップを書いて、あ、書いてくれました。いや、なんか魔法を込められました。ワクルを書いてって言ったら書いてくれなかった。ザクは難しい。魔法を込めました。魔法。一応なんか言った。あ、じゃあちょっとその魔法じゃハロー。いや、ちょっと待って。やらさんだよ。ちょっと覚えてる。でもそれ覚えてるでしょ、田原さん。本当、本当。うわー、そうですね。すみません。いやいや、覚えてますよ、お腹痛いそうなんだ。そうそう、すごかった。え、なんかこんな面白かったお客さんおります？面白かった、うん、え、もう変な人いっぱいいます。あ、なのでですあの、特徴的です。いや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 、いかんよ。言っ、ポロッと言っちゃいましたけども、特徴的な方、特徴的な方ね、結構いますね。俺はほんまに特徴的だったんで、
ゲームをされてて、あのアンパンマンとバイキンマンがあのお尻相撲してて、それボタンを押したらカクカクってこうやってお尻相撲をするゲームをメイドさんとこう満差しでやってるわけだけど、メイドさんこうやってあーって書くのやってんねんけど、あえてのおっちゃんがずっとごめんほんでその終わっちゃったらもうゲーム終わっちゃうから、強くしすぎず弱くしすぎず勝っても上がるし負けても上がる、たまにこうちょっと見てその強弱を、強弱をものすごく敏感にリズムそうそう、それでもずっと怖いね、もう目は怖いね、もう安定は本当にね、あーって思ったね、変な特徴的な人がねいらっしゃるな、ちょっと気持ちわかる、わかるわかる、いやなかなかあの経験はなかなかね、僕ちょっと衝撃的やったな、一見だからね何回か行ったうちの一つは本当に徹底してやってくれたからすごく楽しかったの、うん、我々でもやっぱりね、あんまりこうああって恥ずかしいし言えやんけど、向こうはこう それでもこう徹底してメイドさん調で来てくれたから、めっちゃ面白かった、それはプロフェッショナルです、プロフェッショナルだったね、そうあるべきですよ、うん、そうじゃないわ、そうじゃないかもしれませんねこんなテンションなんでもういつもあ可愛く行きたいですけど、なんかいつもなんか罵られる、お客さんにお前あっち行っていいよとか言って何それ何それ何それ、いや別にいじめじゃないいじめじゃない、そのキャラで、そのキャラ意味わかんないですよね、お客さんがそう、あ会いたかったよって言ったら俺会いたくないとか言ってそうそれちなみにおいくつくらいの年は私より年下もいれば、だから高校生ぐらいもいれば、うん、50いくつかもいれば、うん、幅広いです、あ、じゃあこれやろうって言って、そう、あの、最後、うん、あの、だいたいアイドルのライブって次で最後の曲になりますって言ったら、うん、って言わなきゃいけないんですけど、うんうんうん、あの次で最後の曲になりますって言ったら、みんなやったーってやったーじゃねえよって言って新しいなんでやったー、そんな書いてほしいずっと言ってほんで、何帰るって言ったら、あの待ってくれって言うわけ、いや、そこで無理やり言うから、まあ聞いてきなさいよ、あーなるほどちょっと反抗気味なんやね、ちょっと、え、なんでそんなメイドさんのお客さんもライブに来てくださったりする、そうですね、ちょっと店主感覚気味になりたいのかな、メイドさん相手に、積んでなんか、うちが困ってるのを見たいって言われました、あーなるほど、なるほど、そんなねえみたいな、それは、へぇー、え、親父は来ます、あ、来ますよ、説教されるんです、あ、ここの歌い方ダメだったねダメだったねここの歌い方とかうそ、ごめんなさいねみたいな結構ありますダメ出しされる、あ、すいませんでした、すごいね、でもその人はもうすっごい聞いてんじゃない、そう、めっちゃ聞いてる、ありがたいですね、本当に本気で聞いてんじゃない、あとで長文のメッセージ来たマジでごめんなさいみたいな、え、それあの歌い方に関してできた、あ、歌じゃなくてもこのキャラとか、あ、こうした方が、ちゃうみたいな、せやなみたいなそんな感じです、あ、なるほどね、あ、もうそういうのはもう各々が違うの、あ、なんかみんなキャラ違うんで、違う、なんか私はこういう変ないじられてる人みたいな感じなんですけど、他の人はなんか、なんとかちゃん可愛いとか可愛いとかすごい可愛いですよね俳優すいません和音声俳優こんな感じですごいかわいいかわいい言われてるんですけど、私の場合は違うみたいなちょっと困らされる、そう、なんでっていうなんか友達感覚みたいなの、楽しいね、でもほんまに斬新やなと思うかな、最初にたぶんタコさん行ったことないんですか、ないですね、そうなんや、デビューする、え、マジで魔法かけてもらおう、あ、そうっすね、女の子恐怖症やから、そろ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 かけてもらえてやばいかもしれない、そうやな、なるほど、じゃあ普段は、和音声のことで、なんか趣味とかっていうのは皆さんに聞いていこうかなと思うんですけど、マイブームでもいい、休日の過ごし方でもなんかさ、うん、こんな音楽でこんなことするの好きですよっていうか、
自分から。あ、じゃあ、ハロボさんから行きましょうか。あ、うん、あ僕はでも、あれですね、石川さんとモンハンやってます。ああ、聞くわ。それは何なの、一緒にやるわけですか。別々の、全然違うストーリーを、各々やってるじゃん。みんなで一緒にクエストをやる。一緒にやれる。あ、自分の画面じゃあ、ハロボさんのやつもいける。ちょこちょこ動きますよ。お互いいける。助け合ったりしながら。まあ、大体はハラボさんがこう空中を待ってるあの。しかもそれをやったのは僕なんで。あ、でもモンハンやってる人は分かるよね。分かりますね。大剣切り上げてたら分かるかもしれない。300億ね。モンハンか。ゲーム以外とかって何するんですか。あの、僕ゲームやるか漫画読むかギター弾くかです。漫画ちなみにどんなんですか。漫画は、いろいろ読んでます。いろいろ読んでそう。あ、俺も主にグラップラーバキじゃないですか。バキ。バキはなんかコンビニ行ったら、かなりの確率である。かなりある。あれもう分からんようになってきて、どれがどの順なのっていう、なんかもういろいろあるじゃん。なんかしてますよね。そう。ほんでかと思ったらあのスカルフェイスとか言って、あの花山薫の花山薫かっこいいでしょ。ちょっとあまり大変ですから。特にこの場の誰にもね。これもモンハン混ぜてくださいって。いつか一緒にやりましょう。ああ、そうだな、みんなで喜ぶぐらい。へえ、なるほど。漫画か。で、たくまさん漫画あんま読めへんね。漫画あんまり読まないですかね。普段じゃない、そのゲームの図で。まあ、ゴロゴロしてる。朝から設定がいい。唯一好きな漫画は、はい、ボノボノ。知ってるのは好きです。ご存知。知ってますけど、なんでそこ。なんでそこですか。ボノボノは好きですね。僕はどんな。あんなラッコ、ラッコです。ピピピピピピブーってやつ。そうです、そうです、そうです。よく、よく覚えてる。今やってる番のやつから。終わってるのかな。もうやってる。アニメ。今やってるの。え、マジですか、前やってるんですか。え、漫画は出てます。漫画は出てます。漫画は出てる。なるほど。ボノボノはいいですよ。あ、そう。ボノボノ、ちょっとチェックしてみる。ってことは漫画とかも結構読まれる感じ。漫画より深夜アニメとかの方が。え、結構その何ていうんですか、休日とかってそういう休日ですか。なんか映画見てたりとか。休日は何だろう。そうですね。和音声ではナウイ過ごし方っていうのをちょっと。ナウイ。私はダーツ。ダンス。ダーツ。ダーツ。あ、ダーツ。かっこいいですね。ダーツ投げに。ゲームボノボノダーツですよ。ジョロちゃんが投げる感じ。あ、ちょっとこっちの手に移動して。するんです。ずるいっすね。ダーツっていうのはあの本格的なもの。そうです、本格的な自分のマイダーツ持ってって。ええ、すごい。ダーツといえばやってましたもんね、僕ら。そうなんですね。難しいでしょ、あれ、割と。最初は当たんないんですけど、だんだんと当たるようになってきて。マイダーツ持ってるっちゅうんやから、相当通ってる本気ですよね。なんか、ハマっちゃいましたね。ハマっちゃって。投げ方とかあるんですよね。そう。なんでしょう、先が金属のやつ。あ、あの、ソフト。うちはソフトの方でやってます。あ、なんか危なくない方。あ、危ない。言い方。そう、子供ような言い方しないで。あ、違うけど、そういう、なんか、ものがもう違う種類とか。そうそうそう。なんか、コンテストというか、あ、なんか、ありますけど、私はそこまでのレベルじゃない、ただの本当の趣味なんだ。へぇー、いいね。そうやね、趣味だと面白そう。あれですよ、ダーツの、なんですよ、これってカスタマイズできるんだ。あ、そうそう、もう本当自分用に好き勝手やっちゃって。投げるラー自体投げるなんか先っちょとかも。へえ、そうなんや。ダーツ専門店。あ、あります、あります。で、そこ中野とかにあるんですけど、そのとこ行って。
結構知ってますね、地球のちょっとあの結構回ってるんで、結構回られてる感じだ、はい、今はだって地球に住んで、あ今ね、もうあのたまに帰ったり、あ、たまに帰る、そうなんや、そうですね、で、いや、あの親御さんとは電話とか、あ、スカイプとか、あれは地球に取られた携帯で、そうそうです、ちょっとこれから帰るからつって、あ、なるほどなるほど、何で帰られる感じなんですかね、あ、それはもうちょっとあのこの周波数に乗って帰る感じ、周波数に乗って帰る感じ、和音らしいですね、わって言ってそれに乗っかっていく感じ、わってそうですね、なるほどなるほど今日も昨日もあのね、ちなみにこうやって雪ね降りましたけど雪の日ってなんかこないした遊びとかってなんかあります、今日じゃなくて小さい時でもいいけども、こんなんやったなって、雪食べてましたね、食べてたかき氷的な、あ、美味しい美味しいって歩きながら食べてました、そしたら幼稚園の先生にすごい怒られて立たされました、ねえ、うん、あんまり怒られればないんだけど立たされるのあげる結構理不尽雪か、雪か、雪何したやろ、でもそんなにそんな積もる、ね、積もった記憶ってそんなないけども、そうです、だから雪だるまとかやってもさ、なんか汚い雪だるまね、え、でも新鮮なところ集めるんですよ、そう、はい、わからないでしょ、そんなぐらい、ちっちゃい時でやっとこさちょっと積もったぐらいで、うん、だから雪だるまとかすっごい汚かったもん泥だらけ氷に近いようなね、あれもさん、スノーボードしますよね、あ、そうなんですよ、なんでスノーボードね、あれもさん、スノーボードしてます、かなりいい尻で滑るんですよ、かなりのポージング常に後ろ向きアピてんだよ、かなりアピてんだよ、サボさんやるんやったっけ、はい、スノーボード、ハヤボさんと一緒なら予定ですか、まあ面白そうだね、和音の国では主食は雪です違うんだね、和音ですよね、普通のご飯、普通のご飯です、普通のご飯、そっか、お米取れるんですもんね、だからその和音の国ではあのもう和音がもう空気みたいなもんです、和音がないとじゃもう生きていけないような感じですね、もうこの世界にもあるんで地球に、なるほど、はい、なるほどなるほど、そういうことか、あ、今日まあでもあのねお話も聞いていきながらですけども、みんなで何か曲でもしようかななんかちょっとおもろいメンツが集まったんで、ほんであのすごい急遽なんで今から覚えようかという感じなんですけど、はい、まあ我々ギター適当にちょっと私くしコード弾きしますんで、お二人ちょっと色でもつけていただいて、ほんでお二方でいや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 サクッとちょっと何もできないですよ、何もできないもう何もできない、残念だ、前で騒いでるぐらいでしょ、まあちょっと喋りながらだけど、ちょっとね、どうですか皆さんもね、あのこのメンツでやるっていうのもまあないでしょうからね、まあ記念に一曲ということで、なんかすごい僕ゴリ押ししてる感すごい聞けないことをゴリ押ししてる感がすごいけど、やりましょう、やりましょう、ね、いや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 、ギョロちゃん、いやいやいや、ちょっとテンション高くなっちゃう、ほらほらね、荒ぶっちゃってますね、ちょっと落ち着けて、そうですよね、ちょっとあの生音でちょっと歌っていただいてね、やりましょう、やりましょう、やりましょう、さっきちょろっとさ、どんな曲とかなんか言ってたら、その、なんちゅう曲やったっけ、 H2O さんの思い出がいっぱい、思い出がいっぱい、はい、それをちょっとさ、調べつつ、調べつつ、また新しいです私もさっき歌詞を検索しましたよ、結構自由な感じ、ちょっとそうそうそう、これで見えますかね、あ、はい、これヤフーで調べないかな、いや普通に、ギターは こっちで大丈夫ですかね、ギターやばいっすやばいっす、何もできないっすじゃあ一人ボンゴできなかな、いや、ハルコさんもあ、ハルコさんもじゃあ、ハルコさんのギターやな、いや、僕これで
も。あ、ここにもう一個叩いたもん。こいつ、こいつ、こいつ、あ、僕これですね。そうですね。了解です。大人の階段登るやろ。ですよね。ほほ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 ほ。いいよ、いいよ、全然いい。でいい、いいよ。でもいい、全然いい。全然大丈夫よ。もう二人とも曲は全然大丈夫な感じ？私、あ、ダメですか？ダメです。サビはわかります。ああ。なんとなくわかるんで大丈夫。これ片足乗っけてもらう。あれ何聞いてもだね、この子。あ、下押しちゃったね。スイッチ。ちなみに昔から好きやったりとかですか？そうですね。なんかお話、まだ全然歌う気もないけど、俺今から覚えるから。あ、はい、お話聞いてな。あれ、私これ CD 借りました。あ、テルさん、もう一回やな。じゃあ大丈夫ですね。大丈夫ですかね。ノリで行きましょう、ノリで。ですね。合唱コンクール、あ、そうそうそう、やるよ、もちもちさんもやる。そうそうそう、隣のクラスがこの思い出がいっぱいあってて、で、まあ、いい歌やなと思って私も聴こうと思って CD 借りに行きました。この曲、私自身はだから歌ってないんですけど。歌ったことはない。はい。ポポポポ、でもいいですよね。A メロってどんな感じですか？古いアルバムの中に、アルバムの中にが、いや、あのサビは僕もなんか適当にハハハとか言うかもしれんけど、お二人ほんまそれインスタリスト二人で豪華に行くのかと思いきやそれバレかバレか、いこうか。よし、で、あの一周ちょっとイントロを適当に入れさせてもらって、限りなく済んで。
さ、シンデレラさ、幸せは誰かがきっと運んでくれると信じてるね。少女だったといつの日か思う時が来るのさ。キラリ木漏れ日のような眩しい思い出がいっぱい、一人だけをこの抜き記念写真だね。恋を夢見る頃、ガラスの階段降りる、ガラスの靴シンデレラさ、時計の足音で時計の音気にしている、少女だったと懐かしく見抜く日があるのさ。大人の階段登る、君はまだシンデレラさ、幸せは誰かがきっと運んでくれると信じてるね。少女だったといつの日か思う時が来るのさ。俺それあのソロ入れようと思ったのに、なんて思った？ダイス。ダイス。積極的にもう。ダイス。いけるもんやな。なんか全然ね、いけるもんだね。時間もう、なるほど。古い。H2O さんの思い出？思い出がいっぱいで。なるほど、ああいいんじゃないでしょうかね、急遽にしては。素晴らしい素晴らしい。よいしょ。じゃあね、今の曲で我々の距離はものすごく縮まったということにしておきましてですね。やらんかった方がよかった。何かなこのこの。まあまあいいでしょう。原穂さんの趣味とか聞いていきたいんですけど。聞いてあげる。さ聞いて。趣味ね、趣味がある。基本ゴロゴロされてる感じですからね。そうなんですね。趣味はさっきライブの漫画読むことです。いつからそんなギターで弾き始めたんですか？あ、でも僕はちょうど始めた頃、バンドブームがあった頃で、X が大好きで。まずはギターから。そうですね。エレキギターからですね。エレキからですね、中学校の時に。なるほど。昔のバンドの X か。動画見させていただきましたけど、えらいかっこよかったです。X のボーカルってなかなかおらんでしょ。ああ、とし、あ、まあコピーはやってないんですけど。あ、もうそうなんです。なるほど、なるほど。そっから入っていたんだ。そうですね。なるほど。そのベースに一回転校したのはどういう、うん、ベースはそういう、なんかちょっと黒人音楽的なのが好きになってしまって、まあギターよりベースの方に、ベースに持ち替えて 4,5 年ぐらいちょっとギターを、じゃあもうジャンルも変えてっていうことですか？あ、でもそういうちょっと10なんていうんですかね、16ビートのノリがあるロックみたいな感じだったので、その時にスラップとかを
なるほど。なるほど。かなりそのベース仕込みやなっていう雰囲気がね。もうスラップ、こっちのスラップはもう完全にベースの。あどっちもやってるからこそこう生み出されるみたいなところがありますよね。ハブさんも本当そうですね。僕は結構弾き方はかなりベースの弾き方の影響を受けてます、ね。曲っていうのはもう全部ご自身で作る。ああではね、さっきのは人の曲で、自分の曲は1曲しかなくて。そうなんですね。さっきのはすみません、ジャスティン・キングさんという人の曲。ジャスティン・キングさん原曲あんな感じじゃないんですけど。自分なりにやってると思う。路上で最初から弾いてましたよね、あの曲は。あそうですね。あの曲はもうスラップができたらできたんで。これじゃあ。なるほど。ジャスティン・キングさん。じゃあオリジナルは今その唯一一曲ある。そうですね。すごい。よく。僕好きですよ。ねすごい。でもあんだけ来たら、ああいう結構もう。速いリズムでガシガシ行くのが多いですか、やってる曲は。そうですね、だから一緒に僕がソロギター始めた頃に一緒にやってたのが石川さんだったんで、そうしたらなんか結構対局に走ってしまうところが。おー、なるほどなるほど。ああかもな。たくまさんの速いよりもう一つ速いね。ああ全然僕はもう、本当に出てこなかったそこから先が思いつかない。インストギタリスト、ちなみにインストギターの醍醐味ってないと思います。あでもやっぱり全部一人で完結するところだと思います、もうあれやってもうたらどうですか、もう何やろう、あれを例えば楽器やってない人が見た時にもう理解の範疇を超えてるでしょ、まあ、パッと見そうですね。すごいことやってんなっていう、もうその、でも俺ここでこれ入れてんやでっていうのはもうまず分かんないじゃないですか、でもある程度もう何やろ、もう自分の世界の境地に何やろ満足するところってあるんかなと思って。あれ全部で歌とかってやっぱもうそんなね、聞くだけで分かるもんやけど、あれってすごいもう何やろ、それじゃないテクニック目で見ててもね、追っつかない部分があるけど、そういうのってなんかもうどうなんでしょうね、もうそれを理解してもらいたいというよりは、僕の場合は作りたいっていう、作りたい、あの曲作りの方が好きなんで、それをしたくて。なるほどなるほど。なんですけど、友達が少ないんで一人で完結するしかない。ハラボさんはでも逆にギターが本当に好きでやってらっしゃいます。違うの。そう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 。別に僕はもうギターじゃなくても別に何でもいいんですけど。そうやな。そうずっとね引っかかってるのはその歌とは違う見せ方するでしょ、やっぱりあれっていうのは。多分お客さんも歌とは違う聴き方すると思うんですよね。違う興味の持ち方もするだろうし。どういう気持ちであれをするんやろなっていうのはね、ちょっとまあ俺には分からへんけどね。やっぱりもうあっこまでやったらどないやねんぐらいの気持ちあると思うんですよ。あっこまでギターを僕は愛せないと、あれは ほんまにギター好きな人でないとあそこまではできへんと思うし、田中さんにしろね。そんなにでも難しい音は実はやってないよう言いますよ。10年やってできへんと思うわ。1年頑張ればできへんできへんよ、あんなほんま。でも実際そうと思う。1年ぐらいやったら多分1年ぐらいやって僕なんかよりよっぽど上手い人たくさんいますから。なるほどな。でも俺がでもたくまさんのね、あのギターに感じるのはなんかもうそれとはまた違うとこもね、すごいことやってるな以外になんかその歌ってる感があるというかね、そういうのも感じるからいいかな。インストギタリスト、まあ奥が深いよね。最近結構やってる人は増えてきてますけどね。ああそうですね。ねストリートでもちらほら見ますけども、奥が深いですね。まだまだでも
皆さん知らないことがたくさんあると思うのでね、どうぞちょっと見せていただいて、これからも、ね、一回きりではなく懲りずにまだまだやばい曲ですどうですか、こうインストギターって全然多分違う、ね、歌わないっていうスタイルですけども、ほんなは間近で見るのは初めてですか。間近で見るの、うん、自分もちょっとギター弾くんですけど、おお、コード進行ぐらいしかできなくて、うんうん、でもギター弾いてたらね、ギターってどういうものかっていうのが、うん、そうで、コード進行でも難しいのに、うん、そこまでできるかみたいなうおって思ってちょっと見とれちゃいました。なかなか、ほんで音がやっぱアコースティックってあの音出るんだよね。そう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 、弾かれるのはアコースティックギターですか。そう、あ、一応エレキとアコギ家にあって、うん、どっちが自分では好きとか、ね、あ、もう気兼ねなく弾くなんだって言った、アコギで、うん、でなんか学校とかにあったのがクラシックギターとかあって、 あ、 ある、ね、やってきたね、あれすごい音色良くて、ね、あれはいい音しますね、休み時間とかいいね、やっぱあのナイロンの弦っていうのはやっぱ高みがあるね、トゲもなくてボロンっていう感じがすごい、なんやろな、何もないのに寂しさを気取ってしまうというかね、電気消してくらいの勢いな俺に電気つけ当ててくらいゴロンとこやでもなんガットギターは夕暮れが似合います。似合うな似合うな、でもそういうのも全然なんていうやろう、ああいうリズミカルな曲じゃもうありで、なんかいきなり生演奏でっていうのも合いそうな、声がやっぱりその合唱のね発声がすごくあるから、そういう生音すごいんじゃないかなと思いました。そうやりたいんですけど友達少ないんでやってくれる人いる。ここに来たら弾かしてもらいますんで、あのもうこういうのすごい楽しくて、今の思い出がいっぱいもあららら嬉しいな、楽しいなって思いながら、あ、本当に、はい、本当にそれちょっと伝わってきてなかったからさ、俺いや本当楽しかった今、本当楽しくて、ほんまによかったですよ、はい、ね、なんかあのなんやろ、あれを境にすごくちょっと距離を感じて失敗したかなって内心ちょっとクオリティすごく良かったような気したんやけどでもなんかあえてね、なんかパッとやるってなかなかね、うん、いいと思うんですよね、やり込むんじゃなくてパッとその場でやっちゃうっていうのが、ね、なんでもありやからね、結局俺が言うのもないいつもそうやって皆さんに迷惑かけてるんですけど、なんかね、なんでもありやと思うんですよ、ね、何してんの君なんでもありはなんでもありやけど何してんの君気に入った気に入った、2回あのさっき滑ったけどそれでもまだ懲りてかっこいい屋根が…屋根が…なんだっけ屋根ゴン屋根ゴンって名前、これ屋根ゴンですね、エルモじゃん、屋根ゴン分身としてお正月の時に登場したんですよ友達少ないもの同士が並んでて、あれ、ね、ああ、美穂ちゃんも美穂ちゃん見てくれて、あ、ミールさん、あ、今日遅かったおー、ありがとうございます、ミールさん、あ、なんか変わったね、写真がね、 あら、あらららららら、大夏の、あー、なるほど、美穂ちゃんご無沙汰やね、っていうか、また、あ、そうなんか、うん、またね、今度もね、出てもらうからね、いや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 、どうですか、じゃあ、もちろん、ね、曲の方に行きますか、はい、ね、今度はちょっと自分の曲を皆さんまた言うた聞かせていただいてね、はい、じゃあ、また順番さっきと同じような感じで大丈夫でしょうか、はい、くいつきさんからいきなりですけども、はい、じゃあスタンバイをお願いいたします。あれやったらちょっとどうですか、そうですね、ただちょっと避けるな、これがいいですか、なんか暴れるそうですね、暴れてくださいよって言えばいいので、暴れてください、2人でよくこう遊んだりとかするんですか、もうしょっちゅう遊んで、じゃあ、はい、やろう、2人でしょっちゅうモンハンやったほうがあれってあるのですか、なんか近くにいないとできない、あ、そうですね、30メートル以内、あ、そうなんですね、なんかこう、近くでできるやと思って飽きたんか捨てられてるやん確実に屋根ゴン屋根ゴン、でもいいそうだね
今日屋根もいないからね。そうですね。はい、それでは、はい、歌の方に参りましょう。振り付け皆さんお願いします。ちょっとお願いがあるんですけど、はい、私が、はい、ぬくもりをってこうやって回すんですよ。はい、そしたらおたげやってほしくて。おたげ、はい、おた、皆さん、ラムちゃ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 ん前に出ていただいてね。あのちょっと見せると 1,2,3,4,5 難しい。え、何してんの。じゃあもうこの方はあの覚えてるみたいなんで。あ、そう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 、なんか今日なんかあの今日なんかペアみたいになってるしさ、コンビみたいになってるからさ、じゃあもうあの横で踊っていただいて、あのもうぐっちゃぐちゃにやっちゃっていいんで、はいはい、あの手拍子とかもすいません。まあ、見ながらね、見よう見まねでいきましょうか。でもどんどん乗っちゃってください、みんなで。はい、いや、もうみんなアホになるということでね、観客の皆さんも。あの、ゲーテの、ゲーテって哲学者がいて、はい、それが、時間よ止まれ、お前はあまりに美しいっていう歌詞を作った、あ、歌詞じゃない、言葉を残してたんで、はい、それに、そういう意味を込めた歌です。はい、はい、お願いします。お前はあまりにも美しすぎる。美しいですね。素晴らしい言葉。お願いします。